えー、皆様、こんにちは、えー。日本国際問題研究所の、えー、経済安全保障ウェビナーシリーズにようこそおいらっしゃいました、えー。本日が第6回目ということになります。えー、司会を務めさせていただいております。飯田でございます。よろしくお願いいたします。えっと、本日は、あ テーマといたしましてはデジタルデータということで、えーまあ昨、昨今のですね、経済安全保障の分野においては、やはりデータの安全保障、あるいはデジタル戦略というものがですね、えー、非常に重要な位置を占めていると思いますが、えー、その面につきまして、お二人の方に解説をしていただきます。えー とまずお一人目ですが東京大学の社会科学研究所准教授であられます伊藤亜生先生でございます伊藤先生現代中国経済について幅広くご研究されておりますが今回は中国のデジタル戦略,戦略ということについてですね、えー、詳しく解説していただけます もう一方は、城山秀明先生、東京大学公共政策大学院の教授でございますが、データガバナンスについてですね、ご解説いただきたいと思っております。 えっと、まず始めます前に事務的なご連絡で恐縮、えー、なのですが、質問の受け付け方についてご説明させていただきます。えー、皆様からの質問につきましては、ズームの画面の下のところにあります Q&A の機能によって受け付けております。 えー、個別の登壇者への質問の場合にはまず初めにどなたへの質問なのかを書いていただきその後質問内容を簡潔に、えー、記入していただければと思います、えー、質問につきましてはあ冒頭の発言の間からでも受け付けておりますのでご自由に入力していただければと思いますそれから 常にウェビナーの申し込み際に事前に質問を受け付けておりますし、それからあのたくさん質問が寄せられた場合にはです、ね、時間の制約により一部を割愛させていただく場合もございますので、あらかじめご了承いただければと思います。えっと、それでは早速、最初の講演に入りたいと思いますが、 伊藤先生より、えー、輸入代替デジタル化戦略中国の事例研究というテーマで、えー、お話しいただきます。伊藤先生、よろしくお願いいたします。あ伊藤でございます。聞こえておりますでしょうか、えー、ただいま画面をあの全画面で表示をしております。 それではあの早速始めさせていただきます。えー、今回のウェビナーシリーズをお声がけいただいてありがとうございます。あの経済安全保障があのテーマあーだと理解しておりますけれども、まああの、私は主に中国の経済を研究しておりますので、あのその経済の論点と、 関わる形で、えーまあ、少し関連するテーマを検としてあの先ほどご紹介していただいたようなタイトルになっております。あまりちょっと耳慣れないあの用語かと思うんですけれども、えー、このように設定をさせていただいております。それでは早速中身に入ります。 えーまあ、今回、私のご報告で、えー、議論したい考えというのは、えー、デジタルの領域において、えー、自国の産業を保護せんとする動きについてであります。で、えー、自国のですね、デジタル市場を保護することによって、 産業発展、自国の企業を発展させることができるのではないかという考え方があると、でそれをですねあの中国の事例からですね産業政策としての保護主義を検討すると。 まあ、とりわけですね、まあ、どのようなあ考え方がありえるのか、それからどういったあの保護主義の手段、えー、がありえるのかあ、それから関連する、まあ、どういうパフォーマンスです、ね、がありえるのか、ああいうようなことを検討したいということです。 で、あらかじめあの結論を申し上げておきますと、えーまあ、保護主義に関しては非常に長い研究の蓄積があるわけですけれども、えー、デジタルの領域において、まあ、その保護をです、ね、正当化するロジックっていうのは、まあ、ありえるんだろうということを少しあの後ほど、えー、ご紹介します。とりわのデジタル市場においてですね、 特に特徴的である、たくさんのユーザーが増えれば増えるほどですね、あの利便性が高まるというネットワークの外部性を念頭に置くと、その傾向はより強まるんだと思います。で、しかしですね、その中国の事例を、いわゆるデジタル保護主義、まあ、私の今日の え報告のタイトルで使ってる言葉では輸入代替デジタル化なんですけどもそのようなあの典型例というふうに位置づけられるのかというふうに考えてみると実は非常にこう不完全な形で何と言いますか教科書通りに保護主義が 働いて産業発展したということではないだろうということをあの強調したいと思っております。で、であるがゆえに、中国のまあいわゆる経験がですね、とりわけ他の途上国、新興国に対してどのような願意があるのかという点に関しては、 あの、それほど、こう、明確な結論は出ないんですけども、それほどシンプルなですね、あの、解釈をすべきではないだろうと。つまり、その中国が保護したからデジタル企業を成長したんだ。我が国においても、そういった政策を採用すべきであるというような議論はですね、かなり現実から離れているだろうということは指摘できると思います。で、もし、あの、時間があれば、まあ、そこのような経験が、 まああの米中の対立に象徴されるような論点にどういう論あの願意がありえるのかってこともあの少し言及できればいいなと思っております。えー、それでは本論に入りたいと思います。 えー、保護主義全般に対するあの関心というのはあの過去どうでしょうか5年ほどの間にあの高まってきたのではないかと思います。まあ、ここでいう保護主義というのは貿易を中心にあの考えることができるんですけどもすでにあのご了解のとおりさまざまな形で,です、ね、あの自国とグローバル市場とのつながり っていうものをまあ、ちょっとこうあの距離を取って考えようとするような動きっていうのは見えてきているわけです。でその中で今までのその財の貿易ではなくて デジタルの領域において、えー、保護主義っていうのはありえるのか、それからそれはどういう、うまあ、と言いますか、の評価をされているのかっていう点に関しては、まあ、いくつかの,あの論文が出ているんですけども、えー、例えばあの1つのあ論文ではですね、まあ、デジタル保護主義っていう言葉自体あ,のあるんだけども、まあ、概念としてまだまだ不明確性を持っているんだっていうような議論もあります。 それからあ財の貿易においてそれからあの投資においてもですね あ,あるいは知財のルールう等々でもですね、WTO、世界貿易機関があ非常に大きな役割を果たしてきたし、まあ、そこの延長線上にですね、様々な多角的な貿易協定もできてきたわけですけども、えー、デジタル領域においては、まだまだ WTO の役割限界があるというような議論もあります。それから、ドイツ論文ででもですね、そのデジタル保護主義の代表例として中国。 というのが位置づけられておりますで他にもですねあのまあ例えば東南アジア ASEAN 諸国においてですねデジタル領域で保護主義が高まりつつあるのではないかということを危惧する動きも、えー、ございました。 でもう少しあの突っ込んだですね、議論としてあのいくつか考えてみたいんですけども1、えー、つやはり気になるのは、まあ、旧来のいわゆる保護主義、えーまあ、製造業における保護主義とデジタルにおける保護主義っていうのは、まあ、どういう特徴 違いがあるのか、どういうあの共通点があるのかということですね、えー、を、まあ、考える必要があるわけですけども、まあ、自国の自馬系企業、民間企業を育てるために、まあ、例えば外国企業への差別的な対応をするというような動きが、まあ、一部あるんですけども、まあ、それを正当化する理由というのはたくさんありえるんだろうということです。で特に、えー 経済産業政策と、まあ、検閲っていう別のレイヤーもデジタルには当然、えー、顔を見せると、あるいはあそれこそ安全保障上の理由によって、えー、サイバーセキュリティを強化するとかですね、外国企業に対する、えー、規制をかけるということもあるわけですで大きく分けて えー、産業政策として、えーまあ、あの保護主義を取るというものと、例えばそのセンサーシップですね、検閲のために、えー、外国企業、あるいは外国のサービスへのアクセスを規制するというのを大きく分けるというようなあの指摘、ある視点もありますで。中国の事例に入る前にですね、一つあのかなり特化した先行研究を少し。 取り上げておきたいんですけども、えっと、こ,れこの論文はイランのアフマリ・ネジャド政権のですねあの事例をあの研究したもので、えー、非常におもしいケーススタディになっている。 んですけども、えー、イランがですねあの自国のイスラムイデオロギーを、まあ、強化せんとする中で、えーまあ、アメリカとのですね関係が悪化すると、でその中でですね、えー、経済生産を受けるというような状況になってくると。で結果的にですねあのイランは安全保障上の、まあ、主な理由からですねインターネットの検閲を強化し、 まあ自国に閉じた形でのですねインターネットシステムを作り上げようという動きが始まったそうです。 さまざまなあの規制を外国サービスに対してかけると同時に、国内の企業をまあ育成せんとするまあ取り組みを行ったと、で結果的に国内からです、ね、例えばアマゾンに相当するようなサービスであったり、あるいは YouTube に相当するサービス。 等々が出てきたとでしかし、この論文のあの国内企業ですね、a の評価非常にこう厳しくてですねああ、あくまでもコピーキャットに過ぎないんだと。で、全体としてはですね、消費者、国内消費者にとっては質の高いサービスがまあ、なくなるっていうようなああ非常にこう、 えー、ネガティブな評価あになっているし、そもそもその検閲の面でもですねあの、えー、VPN という技術を使って、一般し、えーまあ、ユーザーもですね海外のサイトにアクセスしているということような評価をしております。 ですので、これはねイランの事例、ある意味ですので、保護主義をして、産業政策的に考え、自国産業を育成戦とする動きの一つなんですけども、その評価っていうのはかなり、例えばこの論文では厳しいと。で、じゃあ中国の事例をまあどういうふうに、 見ることができるのかってことで、まあ、欧米でも結構、あの、こういった理解があるんですけども、例えばあ、まあ、日本の事例として、まあ、あるあの、記事から持ってきているんですけども、あの、 中国のデジタル政策って非常に正しいんだっていうような見方もございます。で、えー、例えば国交にご紹介している記事、そのまま持ってきてるんですけども、えーまあ、中国はまさにこう、えー、国家がですね、外国サービスをまあ遮断するということをしたからこそですね、あのー えー、自国のですね産企業をですねあの育成することができた産業政策として正しかったんじゃないかというような見方があります。で、これにあの該当する欧米における類似の,あの指摘もあるんですけども、しかしながらこれ,これから少しあの検討するように、もう少しあの中国の事例を。まあ,あの 中国の中の状況をですね、確認していく必要はあるんだろうということで、今回、あの、報告をさせていただきます。それで、えっと、まあ、輸入代替デジタル化、つまり輸入されているデジタルサービスを国内企業に置き換えようとするような動きっていうのは、どういうふうに理解できるのかということで、まあ、あの、 えー、輸入代替工業化という研究の,あ,のあるいはあの用語があのございます。開発経済学で非常にこう古典的な言葉の一つなんですけれども、自国の製造業を保護することによって産業育成をしようということです。で、まあ、あの細かくはあの、えー、少し割愛しますけれども、まあ、概念図化しますと、えー、大きく3つの 段階にあの分けて考えるることとができると思いますで第1段階はあ、えー、規制がない段階で、ある国から、まあ、ある途上国、自国にの市場に対してです、ね、製品が輸入されているとで、結果的に国内企業は育たないというような状況を想定しています。で第2段階で規制を導入すると。 ここで規制を導入することで、外国からサービスあー、えー、製品が輸入されないように、あるいはされにくくするということをすると。で、これによってですね、結果的に国内にある需要をもとにして、えー、自国企業が育ってくるじゃないかと。で、仮にですね、第3段階で規制を撤廃したとしてもですね、十分に育った地場系企業は、 えー、国内市場に入ってきた外国企業と、えー、競争を、まあ、十分に展開するのみならず、えー、海外にも打って出ることができるのではないかと、まあ、このようなあの段階をお輸入代替工業化の古典的なモデルとしては想定します。じゃあ、この輸入代替工業化はどういうふうな状況になって 成功したというふうにあの考えられるのかということですけども、これは本当にこういくつかの評価の仕方があるんですけど、その中で一番古典的なあの評価の仕方いわゆるミルステスト、ジョン・スチュワート・ミルの,あの言及に出てくるんですけども、えー、保護関税を付加するとかける。 だけれども、それはある一定期間にとどめるべきであると。で、え特に重要なのは、そのやがてその保護を必要としなくなる、えー、であろうと。まあ、その根拠が認められる場合に限って保護を与えることが重要と。まあ、このような言及があるんですけども、で、これをあのミルテストというふうにあの呼ぶようになっておりまして、えー、つまりこう保護を やめた後規制を撤廃した後にです、ねまあとに、十分に国際市場で競争できるようなふうになるということを想定すると、うん、その時に輸入代替工業化はあの成功したんじゃないかというふうに一つ評価できる、ほ、まあ、他にも基準、いくつかあの測り方があるんですけども、一つシンプルなあの見方として、このような見方があります。 でえーとまあ、これは評価の仕方なんですけども、じゃあ、その大輸入代替デジタル化のですね、えー、正当化する論理っていうのはどういうことがありえるのかと。で先ほど少し言及したように、まあ、あのデジタルの領域だと、まあ、非経済的な要因ってかなり多いわけですね。えー、安全保障もあるでしょうし、国内消費者の データ保護もあろうかと思いますし、監視、あるいは検閲ですね。こういった目的もあります。あり得ると。で、経済的な要因でその保護をですね、えー、正当化する理由として考えられるのは、 えーまあ、規模の経済性、えー、に近いんですけども、ユーザーが増えれば増えるほど、えー、利便性が高まってしまうというようなデジタル経済の一つの特徴は考えられるんだと思います。で、商社総取りの市場になりがちであると。で、結果的にですね、先行してユーザーを獲得した企業、例えばそれが外国企業かもしれない。 えー、それがですねあの、シェアを総取りしてしまうのではないかということが考えられます。で少しあの概念図としてお示ししておりますけども、横軸にあるサービス、ある市場におけるサービスのユーザー数、縦軸にそのサービスの効、えー、用あるいは費用を価値をとっておりますで、えー。通常ですね、ユーザー数が増えるば増えるほど、そのサービスを まあ買いたいという人はだんだん減ってきますので、普通はその消費者の支払い意思曲線でまあ右肩下がりになるということは想定されるんですけども、ああネットワークの外部性があると、ですねえたくさんユーザーがいるネットサービスの方が利便性が高いわけですね。ユーザー数がまあ例えば1万人だけの Facebook とえ1億人の Facebook があると、1億人のユーザー Facebook の方がずっとずっと多くの人と交流できますので例えばそういう形でユーザーが増えれば増えるほど価値が高まっていくっていうのは非常に特徴的なあ支払い意欲を示すことになります。である部分まではですねコストだと考えると、まあ、ネット企業よくある派のことだと思うんですけどもユーザー数少ない間ひたすら赤字を垂れ流すと。 でところがある段階を超えると、えー、黒字になり、それ以降はですねあのどん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 ユーザーが増えれば増えるほどですね利便スが高まっていくっていうような、より多くのユーザーを集めるということがありえるということです。でここで、えー、NF と ND っていうのを書いてるんですけど、F、こちらが外国企業。青い方が 民間、地場企業だと考えたときに、えー、ある国の中で、こういう序列ですね、ユーザー数において、外国企業の方がある市場でユーザー数が多いという状況が生まれてしまうとですね、もうこのまま、えー、外国企業が市場を独占してしまうという可能性が出てくると。でこれをですね意図的な介入によって、例えばその外国企業のユーザー数を下げ、 えー、d ですね。ドメスティックの企業の数、あの、ユーザー数を増やすっていうような介入が仮にできた場合に、えー、っと、勝者をこうガラッと入れ替えることができてしまうってことは、あの、まあ、考え得るということです。 でえー、じゃあ、どういうあのデジタル市場への,あの介入手段があるのかということ、まあ、これもあ,のある論文から持ってきているものなんですけども、えー、通常はその関税をかけるというのが通常の財における一つの,あの、えー、関税消費癖ですね。 でそれ以外にその、えー、非完全障壁というのは多数あるんですけども、特にデジタル領域ではあの非常にバラエティに富む、えー、介入手段があるというふうに言われていま,いいます。 でまあ、あの2つ目のご報告でも関連するかもしれないですけど、データの動きを規制するとかですね、あるいはそ,のそもそも、えー、海外のサービスへのアクセスを規制するとかいったこともあの可能になっているということです。非常にあの種類があ介入手,手段がですねあのたくさんありえるということです。 でえーまあ、あの例えばこの論文ではです、ね、この非関税デジタル障壁を採用している典型的な国として、えーまあ、かなり中国というものがあの目立つというようなあの結果になっています。 もう一つデータとしてあの利用可能なものが、OECD のデジタルサービス・トレードリ・えー、リストリクティブ・インデックス、デジタルサービス貿易規制指数というのがありまして、えー大,えー、大きい数ほど、あの1に近づけば近づくほど強い規制を取っている国というふうになります。 えー、でその中でですねあの、中国はこの×印なんですけれども、えー、かなり一貫して高い値となっております。で次に途中であの中国を抜いているというふうに評価されているのがあカザフスタンであります。で他にもですね、えー、サウジアラビアであったり、あるいは他のあの。 新興諸国もですね、インドネシアも含めて、相対的には高い規制指数になっているというふうに言われています。で以上が、えーまあ、デジタル保護を正当化する、まあ、ロジックであり、い,ついくつかの手段、1つのデータから見た、その規制の強さの,あのオーバービューであります。 でえー、第3節で実際に中国の事例というのを少し考えてみたいんですけども、まあ、中国一つの。 ブラックボックスとしてではなくですね、少し内部にまで踏み込んで考えてみたいということです。で、あの、まあ、特にいい有名なあの事実として、えー、ファイアウォールでの規制ですね、アクセスできなくするというのは、中国国内から、とりわけ米国の主要なプラットフォーム、えー、企業のサービスへの規制っていうのは取られてまして、まあ、それはある時期から非常に強まったんですけれども、 えーまあ、その他にもですね、投資規制、許認可、独禁法の運用もありえるというふうに言われていますし、あるいはもっとあのダイレクトなあサイバー攻撃ってこともありえるかもしれません。でここではですね、あの例えば、 この投資規制というレイヤーにおいて、少しあの取り上げてみたいと思うんですけども、えーま、中国では外国企業からの投資を奨励する項目、それから制限する項目、それから禁止する項目というのがあるんですけども、えー、制限する項目、それから禁止する項目の中でインターネットと絡わものを整理してみました。 そうするとです、ね、えー、制限項目の中に、まあ、例えばその、えー、卸売り、小売業の特にその特定の品目ですね、新聞、薬品等々はあの制限されているっていうようなことが2002年以降ありました。でしかし、このような規制は2015年にはあの削除されています。 えー、一方で、禁止の項目を見ていくとですねあの、えー、目立った言及がないんですけども、2007年に新聞サイト、インターネットを通じた視聴サービス等々が加わってます。投資が禁止されているということで、非常に強いあの介入の一例だと思います。 でさらにそこに過、ね、筆がされているということで、まあ、非常にこうあの簡単にまとめると、えー、いわゆるものを売買する、e コマースの市場は相対的に緩いあの規制の状況だったんですけども、それに対して金融とか、あるいはコンテンツ産業で,す、ね、あのではあの非常にこう厳しい。 規制が取られてままいりましたそしてデジタル保護主義、中国において考えていく上で、まあ、重要な事実として、2000年代まで多くの,あの外資系の IT 企業が、 実質的にに中国市場に参入していたと2010年代以降もあるんですけども、まあ、結果的にですね、国内で競争が起きていたという事実です。と、まあ、りわけ象徴的な事例が、e コマースの市場におけるアリババと、えーまあ、米国の eBay との競争関係、えー、他にもですねいくつか事例があって。 で検索市場では、バイドゥと海外勢が競争していたということがあのよく知られています。まあ、その中で、e、えー、コマースの事例、えー、は非常に興味深い事例で、まあ、結論から申しますと、投資規制がない中で、えー、外国企業と競争して、アリーババが結果的に市場を取ったと。 ということですで eBay がですねあの中国のネットサービスを買収してさ100%買収してかあの参入したんですけどもその直後はですね実は eBay の方がシェアが高かったと。 しかし2005年には早くも逆転をして2007年にはアリババの何、まあえー、言いますか立場があ完全にあの強固なものとなったというふうに言われていますし、まあ、市場のシェアから見てそのような結果になっています。 で、えーまあ、アリババに関するあの事例研究、えー、かなり蓄積されてるんですけども、じゃあ、これはこう介入によって生じたのかというと、まあ、そうではないのではないかと、えー、むしろ経営戦略的にですね、e コマースプラットフォームに、えー、出展する料金を無料化したりし、しそれからあ中国では,あのは,は,は消費者、 ユーザーとです、ね、出店者との間にあの非常にこうメッセージをやり取りするのが好むというようなことがありますので、そういった機能をつける、えー、そこは決済ですね、こういった追加的なサービスをやることによって、えー、アリババが優位になったのではないかというような解釈があります。一方、ですね検索市場の状況はかなり様子が違うと。 えー、2004年の時点で検索、中国の検索市場、バイドゥが33%、ヤフーが3割、それからグーグルが22%取っていたというふうになって ていますで少し時期があの下るんですけども2009年頃からの、えー、主要な検索エンジンの市場シェア一番高い部分これがバイドゥなんですけどもそれに対して実は2番手がですねこれあの三角形の部分がグーグルなんですねで私もあの中国の大学にあの留学していた時にグーグルを使う部屋から中,中国 僕の大学の部屋から Google を使い、Facebook にアクセスできたという時代だったんですけども、まあ、あ2010年以降ですね、あの非常にこう厳しいあの、えー、検閲が徐々にですねあの強化されていくということになりました。まあ、その経緯は、ですねあの例えば Gmail へのハッキングだったんじゃないかというようなことが言われています。 で結果的にグ、ねねえーグルは中国でインターネット関連のサービスを展開するための許認可を更新できずに、えー、退出すると、まあ、この市場シェアを見てもです、ね、この三角形のグラフを2013年頃にはもうかなり低くなってまして、えー、基本的にゼロに近づくというような状況になっています。 まあですので、えーまあ、e コマンスと検索2つ、市場を見るだけでもです、ね、大きく異なる状況になっています。で、えー、じゃあもう一つ考えてみたいのは、じゃあ、見、え、る、ー、テスト、冒頭であの言及した、あこの規制が撤廃された後に、 まあ、地場企業。この場合は、例えば、アリババとか、テンセントが、国際競争力維持できるのか、っていうことですね。で、仮にそれが実現できていれば、あまあ、あの保護の役割を果たしたっていうことが言えるかもしれないんですけども、まあ、前提として、そもそも規制っていうのは撤廃されてないので、まあ、ールテストの前提が、まあ、あのまず満たされてないということは指摘できます。で、その上で、 えー、アリババ・テンセントの、まあ、海外き市場への展開っていうのは、あまあ、かなりその、えー、出資を通じてです、ね、あの展開しているし、特にアリババはあの、よりマジョリティのシェアを取って海外す。 の企業を買収する動きがあるんですけども、成功例というのはまだ限定的なのではないかと思います。で、むしろあのバイトダンスですね、TikTok というサービスを展開している企業がむしろあの成功しているんですけども、じゃあ中国の IT 企業全体としてえ海外市場、大いに開拓できているのかっていうと、まあ、あのそれはまだまだあの限定的だと言わざるを得ないんじゃないかなと思います。 無論一部あのゲームとかですねあの、海外市場、日本市場も含めて、協力市場を取っている企業もあります。で、えー、もうほぼ。 時間なんですけども、まだまだ実は論点は残ると。あここから先は少しあのその短く言及したいんですけども、一つはですね、まあ、あのえー、規制が徐々に、まあ,あ、むしろ強化される中で、その壁の中でなぜ革新、イノベーションが起きたのかということです。 で一つはあのプラットフォーム間、中国企業間の競争が起きたということ、でもう一つはなかなかこう実証が難しいんですけども、まあ、中国政府のデジタルサービスの産業政策っていうのは、保護の一面で、国内ではです、ね、大いに参入を促すっていうような動きがあってです、ね、こういったアプローチも、実はそのデジタル企業、産業の育成には非常にこう プラスだったんじゃないいいかととう,うに言えると思いますでもう一つは保護し遮断したことによる、まあ、なんて言いますかコストですね。えーまあ、海外との,あの、えー、接点が、情報アクセスが制限されるということなので、まあ、それに対するあの反応というのも中国国内から時々出てくる。決してコストがなかったわけじゃありません。 で3つ目の論点は、えーまあ、中国の大手 IT 企業は、実は大株主が外国人、あるいは外国法人ということが多くあって。 でまあ、それはです、ねあのー、比較的最近よく理解されるようになったんですけども、まあ、外国の投資家がです、ね、実は出資しているのは、ある種の契約によって、国内の,あのあ、えー、中国の IT 企業に権限を行使するという権利であって、あのその中国の企業、本丸ではないということが言われています。 あのそういうい状況がありま,すまあこのように考えていくとあの冒頭であご紹介した図のに仮にですね中国の事例をはめていくと一、まあ、つはそもそも中国国内で海外企業との競争というのがあったということですね。二つ目は、えー 地場企業と言いながら、大いに欧米からですね、出資を集っていて、まあ、純粋な意味での、まあ、かつての輸入代替工業化が想定するような、いわゆる国内企業と本当に言えるのかということはそもそもあります。それから第3段階に、規制は撤廃されたのかというと、むしろその、強化されている一側面もあると。 これから4番目同時に国内企業の,この間の競争が起きて5番目はあの海外進出というのはまだまだ途上だというような状況であって。 であの冒頭で、えー、ふれあの整理したような輸入代替工業化の基本モデルと比較してみると、まあ、このようにかなりこう違うメカニズムがあちらこちらで、えー、起きてきたということが言えると思います。 で、まあ、これが結論なんですけども、あの、冒頭で申し上げだった通りのいくつかの点なんですけども、やはりその中国の輸入代替デジタル化はですね、あの、輸入代替工業化の基本モデルと,かと、と、まあ、比較してみると、それはかなりいびつな、あるいは不完全なものであってで、むしろ不完全であったからこそ、 産業育成をが機能した面もあると、まあ、例えばその海外から出資を受けるとかですね、この VIE スキームですね、あるいは国内で競争させるとか、ああいうようなことがあったわけで、えーまあ、あのデジタル保護をすれば、ですね中国のように国内企業は 成長できるんだっていうような理解はあ非常に危ういというかそもそも中国の事例がそのような含意を持っていないということはあの指摘できるんだと思います、えー、少し時間をオーバーしてしまいましたひとまず私からはあのご報告はここで一度止まるあ終わりにしたいと思いますご清聴ありがとうございました はい、伊藤先生、どうもありがとうございました。非常にわかりやすくですね、中国の戦略をお、えー、解説していただきました。えー、ということで、えー、っと、ま、あのー、こういう戦略があ,あるということで、えー、各国とのですね、調整はどう、どうやって行っていくのかという問題が、あ それが次のテーマでございまして今度は白山先生にデータカバナンスにおける公共政策目的に調整というテーマでお話ししていただきます城山先生よろしくお願いいたしますはいあのご紹介いただきましたあの東京大学の城山と申します あのまあ、前半はです、ね、伊藤先生にまあ中国のケースで特にまあ経済的要因の観点からのある種のその法的なあの政策に関する評価という話を具体的にしていただいたわけですけども私のほうはです、ねまあ、むしろあの伊藤あの先生に今ご紹介いただいたように、まあ、こういうそのデジタル経済をめぐるさまざまな政策目的というのが潜在的にある中で,です、ねまあ、経済的要因に限らないまあ政策目的がある中で まあどう調整していくのかだとか、まあ、その調整をまあどういう場でやっていくのかっていう、まあ、むしろ組織論的な話にですね、まあ、そういった話に関して、少し俯瞰的なまあ問題提起をさせていただきたいというふうに思います。えっと、それでは、スライドのシェアをさせていただければと思いますので、ちょっとお待ちください。よろしいでしょうか。はい、あのそれではあの始めたいと思います。 で今あの、冒頭にお話しさせていただいたように、まあ、そのデジタル経済という観点から言うとです、ね、まあ、一方ではその自由な越境データ流通を確保するというのが、一つの、まあ、公共政策目的になるわけで、まあ、まあそれが適切な目的かどうかというのは、多分いろんな観点からまあまあ議論があるわけでしょうけれども、という目的が一方でありますと。ただし、同時にそのデジタル経済に関わるまあ公共政策目的として、さまざまなものがありうるわけで、 個人情報保護だったり、まあ、サイバーセキュリティだったり、まあ、金融規制等のですね規制のまあ実効的な実施という目的だったり、あるいは、まあ、あの今、伊藤先生のところでご議論になられたような、まあ、産業政策的なまあ目的だったり、あるいは e l c ですね、まあ、倫理、法的、社会的課題だったり、まあ、あるいはまあ安全保障というのもまあ公共政策目的としてありえて、 まあこういったものをです、ねまあ、どう調整するかということがまあトレードオフを含めてです、ねまあ、課題になるわけです。でそういう中で,です、ねまあ、こういうその判断というのは、まあまあ、何を重視するのかというのは当然まあ地域だとか国によってまあ異なりうるわけです。まあ、すごくラフな言い方をしてしまえば、まあ、アメリカはです、ね、自由なデータ流通に関する基本的なコミットメントってあるわけですが EU の場合であればです、ねまあ、個人のデータ保護というのがまあ基本権として重要だと。 いうことでまあ、データ流通をしようとするとです、ねまあ、アデックウェイトレベルをプロテクションがないとだめだと、まあ、個別にこれを認定するという仕組みをとってますし他方まあ中国もあの今ご議論があったようにまあいろんな側面があるわけですが1、まあ、つの側面としてはその安全というのをまあ極めて重視していてそのまあ基本的にはその海外への,です、ね、あのデータの移転とに関してはかなり制約的で。 必要な場合にはですね、まあ、きちっとその安全評価をした上でないと、まあ、それを認めないという、まあ、そういうようなことがです、ね、そのネットワーク安全法等にまあ規定をされていると。で、あるいはまあインドというのもです、ね、まあ、これも後で触れるように、まあ、いろんな形で制約的なことを行っていて、まあ、その他国との関係、国家間の関係においてもそうですし、それからまあグローバルなーファ a 等との関係においてもです、ね、データ主権というのを重視すると。 いうまあ、そういうような、まあ、基本的な立ち位置を示してきていて、まあ、かなり地域、国によって違うというところがあるわけです。で、まあ、そういう中で,です、ね、一体じゃあ、こういう調整っていうのをど,どういう形で行うかだとか、まあ、どういう場で行うのか、まあ、ある意味ではその国際関係的に言えば、ある種のフォーラムショッピングですね、どこで行うかというのが、まああの、いろんな駆け引きも含めてあるやり取りがあるわけです。 でまあ、おそらくです、ねまあ、主要な場、特にまあ近年議論されてきている一つの主要な場が二、ね、国間、あるいはまあ地域レベルでの自由貿易協定だとか経済連携協定の中で、まあ、そのデータ流通の自由ということと他の価値との調整をどう図るかというところで、まあ、どう言葉に落とし込むかというところで、まあ、いろんなまあ実験といいますか、調整が試みられているというのが、一つの大きなまあフィールドなんだろうと思います。 ただ、それにもかか、それだけにかかわらずですね、いろんなまあグローバルなマルチの場というのも使われていて、まあ、まあ国連というのもまあ限定的でいくつ一定の関与ありますし、それから G7、G20 といってのまあ主要国の組織、あるいは OECD というまあ先進国の組織というところが、特にアジェンダ設定においてですね、一定の役割を果たしたいだとか、あるいはまあそういう議論も踏まえてですね、まあ、WTO において、 再度、この問題をきちっと議論しようということで、まあ、いろんな取り組みが進んでいるところであります。でまあ、こういうその、まあ、どういう場で行っているかというのの、ある種のまあ全体像のようなことをですね、まあ、整理をした上えで、問題提起をしてみたいということになります。でまず今お話ししたように、一、まあ、つのです、ねまあ、フィールドといいますか、前線になっているのが、まあ、FTA、EPA 等におけるデータ流通関連のまあ規定ということになります。 これはあの年あの経年的にです、ねまあ、最近のものを例示しておきましたけれどもその環太平洋パートナーシップに関する包括的および先進的な協定、まあ、CPTPP の中での規定それからまあ日 EU の経済連携協定だとかあるいはまあトランプ政権を踏まえた上でのでの、ねまあ、改定をされたアメリカ、メキシコ、カナダの協定あるいはまあ日米のデジタル協定となりますし それからまあ地域的な取り組みとしては、シンガポール、チリ、ニュージーランド等によるまあいわゆるデパ、デジタルエコノミー・パートナーシップ・アグリーメントだとか、オーストラリア・シンガポールによるまあデジタルエコノミー・アグリーメントですね、あるいはまあ中国等も含む RCEP のような、まあ、こういうようなところでまあいろんな取り組みがなされてきたわけです。で、そういう中でですね、まあ、ある一定のまあ修練の傾向というのはまあ見られるんだろうなというように思います。 その基本的にはです、ね、その情報の電子的手段による国境を越える移転というのは認めますと、ただし、その方うがいっても一定の政策目的、公共政策の正当な目的による制限を認めると、ただしそれにはまあ条件をつけますということで、まあ、これはよく使われるタームですけれども、まあ、恣意的もしくは不当な差別の手段になるような対応ではダメですよと。 あるいは、まあ、あの貿易に対する偽装された制限のようなものはダメですよとあるいは、まあ、目的達成のために必要以上のものはダメですよいう、まあ、こういう制約をかけるということでありますであるいは、まあ、コンピューター関連の設備の設置についてですねその、まあ、ローカライゼーションを求めるということについても、まあ、基本的にはそれをですね求めてはいけないでただしこの場合もですね、まあ、一定の場合には公共政策目的の による正当な目的によよる制限というのはあり得ますよとただしそれもまあ恣意的不当な差別はダメですしあるいは偽装された制限というのもダメですしあるいはまあ目的達成のために必要以上であるものというのもまあ正当化されないという、まあ、こういう大きな方向性についてはですね、まあ、一定の共通性があるのだろうというふうに思いますでしかしですね、まあ、その中でもですね当然まあいろんなまあ差異があるわけです。 例えば、そもそもまあデータの自由な流通というのを FTA の中に位置づけるかどうかということ自身、まあ、ある種はうんばらつきがありえて、まあ、その例えば日本と EU の経済連携協定について言えば、そもそもそれはまあ入ってなくてです、ね、まあ、あの必要性について後,後に検討するという、まあ、こういう規定のされた方がまあ当初されていたということになります。で実質的にそのデータ流通を認めるかかどうかっていういのは 別途です、ね、その個人情報保護に関する十分性認定に関する相互承認というのがされた場合にそれは認めますよという別枠で対象にしているわけなのでそもそも FTA 等のです、ね、対象に入っていないということになるわけですであるいはです、ね、公共政策目的による制限と認めるとしたとしても、まあ、その運用がどうかというところも相当なばらつきというのがまあ予想されるわけです。 で中国が入っているような RCEP においてもです、ね、一定の,その,その公共政策目的による制限というのをまあ認める、ここはまあ他とも共通のところもあるわけですが、まあ、それにはかなり注意がつけられていてです、ね、かなりまあ運用のされ方がまあ違うであろうということがまあ推定されうるわけですで。ここに書きましたように締約国は正当な公共政策の実施の必要については実施する締約国が決定することを確認すると。 まあその当事国が決めるんだとで、自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置を採用、また維持することについては、これを妨げるものではないと、他国は争わないということで、まあ、安全保障上の利益の保護のためだということになると、まあ、かなりその当事国に採用、ねまあ、を認めるという、まあ、こういう規定になっていて。 まあ、ある種の,その原則の書き方は共通であってもですね、まあ、あのかなり運用において違うことがですね予想されることになってます。あるいは、まあ、いろんな規定について、実は、まあ、ばらつきがあって、まあ、これなぜばらつきがあるかということは、まあ、私、詳細なところはよく存じ上げないところもありますが、まあ、興味深いんだと思いますけれども、例えばまあコンピューター設置、関連設備のまあ設置に関してですね、そのローカライゼーションを求めてはいけないということについてはですね、 例えばその,その北米におけるです、ね、アメリカ、メキシコ、カナダの協定においてはそもそもその例外規定公共政策目的に関する例外規定がまあないということになりますしで他方、日米のデジタル貿易協定だとかオーストラリア、シンガポールの DEA などの場合には、まあ、金融規制上一定の制約をかけるということはあり得るとでただし、その金融行政上ですね 必要な情報というものが迅速かつ直接的かつ完全かつ継続的にアクセスされる場合にはそのローカライゼーションを求めてはいけないというですねまあこういうことを書いてるわけですでそういう意味で言うとその金融に限定してですね一定の場合の制限を認めるんだけれどもただしその一定の条件で情報を得られるんであればそれはしてはいけませんよという、まあ、そういうかなり踏み込んだ書き方をしているということになりますであるいはまああのソースコードについて ですね、あるいはそのアルゴリズムについてどのぐらいその開示を求めることを例外的に認めるかということについても、まあ、その原則的に求めてはいけないということの範囲がですね、まあ、ケースによってかなりばらつきがあります。でアメリカメキシコカナダあるいはまあ日米デジタル協定の場合にはアルゴリズムを含めてそれを求めてはいけないということになってますが他方その CPTPP の場合にはですね その対象というのはかなり限定をされているというこういうばらつきもあるわけです。でこういうようにその FTA あるいは EPA においてですね一定の共通の方向性を見つつもばらつきがあるということになるわけです。で逆にこういうばらつきをですねきちっとどういうふうにしていくかということを考えるとおそらくその貿易の観点からコントロールするだけでは不十分で。 まあそれぞれの,その他の公共政策目的についてですね、どのぐらいまあ国際的なある種のハーモナイゼーションというのが可能なのか、あるいは難しいのかということによって、そこをきちっと抑えていく主張というのが裏から見るとあるんだろうと思います。でそういう観点でですね、FTA、EPA を見たときにも、いくつかの項目について、一定の,まああの修正の方向性を見られると同時に、 他放送のバラつききとととといいううも残ってるるるここを確認すすができるんだろうと思います、まあ、例えばこれはまあ個人情報保護でありますけれども、まあ、あ,のある種のです、ね、ハモナイゼーションっていうのを求めるという方向性は見られるわけであります。CPTPP であれば、まあ、異なる制度間の一貫性、まあ、コンパティビリティを求めるというような書き方になっているとあるいはまあ日米デジタル協定だと、まあ、相互運用性ですねインターオペラビリティというのを求めると。 という形が、まあ、あの一般論として主張されるということになりますし、で場合によっては、まあ、さらに具体的なものも、まあ、あの言及されるということで、例えばアメリカ、メキシコ、カナダの例でいうとです、ねまあ、具体的な試みとして APEC における越境プライバシー規則のようなもの、あるいはまあ,あのについてですね、まあ、言及をするということになっているわけです。でただし、ここも当然ばらつきがあるわけで、まあ、r サ e c についても、 まあ、あの規定はありますけれども、まあ、関係する国際的な機関、または団体の基準等を考慮するというです、ねまあ、かなり一般的なものにとどまっているということが言えます。まあ、このように、まあ、一定の国際調和化の契機は見られますけれども、まあ、その規範性の程度だとか、具体性というのは、まあ、かなり異なっているというのは今、お話をしたと、ま、お、あ、りであります。また、あるいは、まあ、具体的な国際的なルールをまあ言及するかしないかというのもです、ね、バリエーションがありますし、 ある種のそのリスクベースのアプローチを取るべきかどうかっていうものについて言及するものもあれば、まあ、そうでないものもあるという、まあ、そういう意味でもまあばらつきがあるということだろうというふうに思います。で、まあ、同様なことがまあサイバーセキュリティにも言えて、まあ、CPTPP、まあ、アメリカ、メキシコ、カナダ、日米デジタル協定、おいてですね、まあ、一定のまあ規定というのがまあされているわけであります。で、まあ、ここでもですね、まあ、ある種の共通な側面としては、 まあその能力構築をする必要があるという、まあ、ある意味は共通のことについては、ですねそれぞれ、まあ、あの規定をするわけですが、まあ、その後どこまで書き込むかということについてはですね、まあ、いろんなバリエーションがあるということになります。で、この RCEP、それからまあデパの例なんかも含めて見ると、ですね、まあ、一定の,その,その各国の,その能力強化が必要だとか、 あるいはま既存の協力の枠組みをま活用すべきだということについてはですね、まあ、RCEP、あるいは CPP t p も含めて一定の共通項があります。ただし、例えばまああのアメリカ、メキシコ、カナダの例だったり、まあ、日米デジタル協定だとリスクベーストアプローチっていうのがまあ規定されてますが、他では必ずしもそういうことを言われてないだとか、まあ、デパの場合にはもう少し踏み込んで,です、ね、まあ、人材育成。 等の重要性だとかマルチステークホルダードアプローチというところに踏み込んでいるというところは、まあ、あのさらにあの踏み込んでいるということが言えると思います。ただし、そもそも何がサイバーセキュリティのスコープとして重要になってくるのかみたいなところはです、ね、ある意味では、まあ、あの調整の枠外になっているというのが、まあ、現状なんだろうというふうに思います。で以上がです、ねそのまあ、その地域レベルでの,で、ね、の FTA だとか そのようにですね、まあ、その調整の現状ということになります。で、それに対して、じゃあ、グローバルな枠組みの中で、どういう議論を指定されてきたのかということを以下、若干あのフォローをしておきたいと思います。で、まあ、国連本体はですね、まあ、この種の話において、まあ、必ずしもその前線ではなくて、まあ、ある種の周辺的な役割しか現実的には払ってしてはおりませんけれども、まあ、例えば、電子ショーのモデル法のようなものをアンシュトラルの場で議論してみたりだとか、 あるいは、まあ、電子商取引のグローバルな取引量の変化のようなですね、モニタリングのようなことを、まあ、アクタットのようなところでやったりするというのはあります。あるいは、まあ、その事務総長レベルでですね、ハイレベルを、パネルを設置して、まあ、一定の勧告というようなものを出しますけれども、まあ、そこで言われているのは、その、まあ、そのインクルーシブネスの確保だとか、まあ、能力構築だとか、まあ、人権、あるいは、まあ、エージェンシー、主体性の確保だとか、まあ、信頼、オビセキュリティの確保、 かなりあのそのコアのところの調整というよりかはですね、補完的な観点について、まあ、こういうのも忘れちゃいけませんよということをまあ言及するということにとどまっているんだろうと思います。で、まあ、そういう中で一定の役割を果たしてきたのは、特に全体設定においてはです、ね、G7 だとか G20 等のです、ね、ある種の,その主要国組織というのはまあ一定の役割を果たしてきたということが言えるだろうと思います。 で例えばまあ日本がそのチェアをしていた、まあ、2016年の G7 伊勢島サミットにおいてはです、ね、まあ、サイバーに関する G7 の行動と原則というのがまああの、まあ、採択をされていて、まあ、そういう中でまあ原則としてです、ね、まあ、情報の自由な流通というのはまあ重要ですよと、でただし他方、まあ、そのサイバー空間への公平かつ平等的なアクセスも必要だし、まあ、プライバシー、データ保護、サイバーセキュリティの促進も重要だという、まあ、両面を まあそのおについて言及をするとただし、まあ、先ほどもちょっとお話をした、まあ、ソースコードへのアクセスだったり、それの移転を求めるようなことには反対する、まあ、ここはまあ極めて具体的なことをまあ言ってるわけです。G7 においては、継続的にこの種の問題も取り上げられていて、まあ、例えばまあ2021年の、まあ、この時はまはイギリスが議長国ですけども、まあ、例えばそのロンドンにおける G7、ね、の貿易大臣会合、 党においいてててもです、ねまあ、この問題は触れられらてて、まあ、デジタル貿易における共通ルールというのは大事だと、でまあとでお話しするような、まあ、WTO における検討というのは一定程度進んでいる中で、まあ、そこで,です、ね、あの検討をより進めるべきだと、でただし、まあ、開発途上国のニーズに考慮したり、まあ、各国間のデジタルディバイト、あるいはまあ国内のデジタルディバイトへの考慮というのも必要なんだよということを言うと。 それからまあそういうときに検討するです、ねまあ、材料として、まあ、一番下の2行ですけれども、まあ、デジタル貿易の急速な発展への取り組みに寄与することができる、まあ、エビデンスと分析をです、ね、OECD によるものを含めて検討すると。まあ、G7 はみず自らそのセクレタリーを持つわけではないので、OECD で検討したものをベースにです、ねまあ、あの検討を深めるべきだと、まあ、こういうような言い方をです,、ね、するわけであります。 それから G20 でありますけれども、これも日本が議長国をやった大阪のサミットのときに、いわゆるそのデータフリーフローウィズ・トラストというのが問題提起をされて、そこで,で、ね、WTO 等における検討の重要性というのが再確認をされるということになったわけです。それ以後、サウジアラビアだとかイタリアにおける G20 においても継続的に取り上げられていると。 であるいはまああの、ある種の政策論としてもですね、G20 のこの分野における活動はまあ重要だというようなことをですね、これはまあカナダのシンクタンクの人の例を挙げておきましたけれども、まあ、かなり強調している例というのがあり、まあ、そのある種その金融規制をある種のまあ参照モデルとしてですね そのファイナンシャルスタビリティボードに対応するようなまあデジタルスタビリティボードみたいなものが設けて、その下のワーキンググループで,ですね検討すべきだって、こういうようなことがまああの一つのまあ政策論としても主張されたりするということになっているということであります。それからまあ先ほども言及もあった OECD ですね。OECD いのののはある意味ではまあその消費者保護等の分野におて 経験を持っていて、まあ、そういうところでまあ比較猶予をある意味で示したいということで、例えばまあ現在のデジタル貿易に至るまあ前段階であります。けれども、もまあ、電子商取引だとかま電子署名等の話について、これはまあ20世紀の末からですね。まあ、一定の役割を果たしてきたわけです。で、そういう中でですね。先ほどそのイギリスの g7 の時のですね。あの貿易大臣会合のコミュニケーションの中の話で言及しました。けれども。 まあ、OECD はあと、ね、でお話をする WTO の電子オート機交渉に参加している国だけではなくてです、ね、いな国も含めて、まあ、既存のルールだとか規格だとか原則の、まあ、インベントリーみたいなものを作って、まあ、その上で、えーまあ、それにです、ね、一定の共通性があるということで、まあ、そういう方向性はサポートできるんだというようなことのです、ねまあ、エビデンスのようなものを提供するという、まあ、そういう役割を、まあ、ある種、間接的な重要な役割を果たして。 それを受けて、まあ、先ほどの G7 におけるコミュニティ系のようなものが出されたという、まあ、こういう役割をですね、それから、まあ、WTO ですけれども、あのまあ、先ほど来ですね、G7、G20 の中でも言及されたようにですね、まあ、あのもともとはまあ電子商店引に関する議論というのはなされたわけですが、まあ、ある種休眠状態にあったわけですが、 それがです、ねまあ、再活性化されるというプロセスがです、ね、ここ数年内で見られるということであります。で、直接のまあ契機になったのは、この2017年の,、ね、の WTO のブエネスアイレスにおける第11回閣僚会議で、まあ、電子商取引に関する声明というのが出されて、その中でまあ有志グループによってです、ね、まあ、将来交渉に向けたまあ探究的な作業というのをまあ開始するということになると。 で18年の3月からです、ね、こうまさにこの有志会合というのが開始されて、まあ、18年の12月までにです、ね、9回まあ開催するとでこの段階での参加国はまあ71カ国であったわけです。でその次のステップがその2019年以降でありますけれども、まあ、そのダボスにおけるです、ね、非公式の閣僚会議でまあ声明が出されて でこの中で,です、ね、それまでの有志国における検討いうのを踏まえて、まあ、可能な限り多くのメンバーとともに高いレベルのルール作成を目指し、まあ、交渉を開始するということで、まあ、76カ国が参加して交渉を開始すると、まあ、あの18年3月の段階では71カ国だったものが76カ国になるということで、まあ、そこではまあ中国というのもです、ね、この19年の1月の共同声明以降はです、ねまあ、参加をするということになるわけです。 で、1番下のポツのところに書きましたように。まあ、そういう中でまあ中国っていうのはある種まあ参加をして、ただしま、その中でまあ一定の主張を行うある種はまあ発展途上国のまあ代弁どうするという名のもとに一定の主張を行う,う態度を取ってきたということであります。まあ、そういう意味でいうと、こういう枠組みに対してある種のまあ、あの関与はするんだけども、まあ,ある種のその？ コントロールもするっていう、まあそういうある種アンビバレントな立場なんだろうと思います。で、どう例えばどういう議論をしてたかっていうと、まあ、技術進歩、ビジネスの発展、正当な公共目的、バランスを踏まえたリーザーのブルな目標設定が大事だ。まあバランスが大事だということを言うと。まあもちろん何がバランスかっていうのは、これはまあ国によって異なりうるわけであります。それからまあ当面は物の貿易に焦点を当てるべきだとか、 まあ発展段階や政策関心も異なる発展途上国にも配慮すべきであると。でそういう意味で言うとそのデータ流通等の話だけではなくてですね、まあ、より幅広い議論の探求が必要であるとかですねあるいはまあセキュリティが基礎だという、まあ、こういうようなあ,のある種原則的な議論というのをですね行ったわけです。でそういう中でも一定の進展というのはあったというふうに理解をしてますが、まあ、20年の12月にはですね まあ電子商取引に関する共同声明というのが出されて、まあ、日、豪シンガポールのです、ね、共同基準国によってまあ報告がなされるわけです。で、そういう中で一定の分野については、まあ、あの進展が見られると、まあ、電子署名認証等々ですね、他方そのデータ流通を促進する規律については、必須なんだけども、まだまあ検討は足りないという、まあ、こういうことであります。 でその後もです、ねまあ、定期的にまあ共同声明のようなものが出されるわけですが、まあ、基本的にはまあその延長線上で,です、ねまあ、あのインクルメンタリーにまああの展開をしているということだろうと思います。21年12月の例でいうとです、ねまあ、8つの条文についてはまあほぼ合意が得られるんだけども他方、電子的な送信に関する関税だとか国境を越えるデータ流通だとか データローカライゼーションだとか、サイバーセキュリティソースコードについては、まあ、さらなる検討が必要だというふうになる,なるということであります。で、まあ、22年の,その6月の、例えば共同声明においてもです、ね、地政学的にまあ困難な状況の中でも、まあ、あのルール作りのは重要だということを確認するとともにです、ね、まあ、あの22年の終わりに向けて、まあ、コミットするんだということが再確認されると。 いうことになります、まあ、そういう中での一つのですね、まあ、実務的な作業としてのポイントの一つは21年のところの最後に書いておきましたけれども、まあ、その途上国だとか高圧開発途上国の関与を、まあ、やられるようにですねある種の、まあ、キャパシティビルディングの支援だとか、まあ、そのグッドプラクティスの共有だとか、まあ、そういったところがですね、まあ、あの当面必要な話になっているということなんだろうと思います。 まあ以上がですねその、まあ、グローバルの場で、まあ、どういうことがなされてきたかということのまあ外観であります。で最後お、まあ、これまでのファクトをどういうふうに理解するかっていう観点とですねそれから、まあ、あのその上で、まあ、特に日本にとっての課題というようなことについて最後あの若干触れておきたいというふうに思います。でこれはまあ最初にもお話ししたように、まあ、公共目的政策目的化の調整っていうのは必要なわけですけれども FTA、EPA、あるいは G7、G20、OECD、WTO 等の中で,です、ね、一定のまあ役割分担をしつつ、中身についての一定のまあ方向性のもの,はのものは一定程度は共有されてきたんだろうというふうに思います。まあ、ベトナムを含む TPP だとか、あるいはまあ中国を含む RCEP にもすおいてもです、ね、まあ、一定の条項のまあ規定に関する合意が可能であったということを考えると、 まあ条文レベルにおいてです、ね、まあ、WTO においてまあ一定の合意が行える可能性というのはまあ十分にあるんだろうというふうに思います。ただし、実際の運用がどうかというのはまあかなりばらつきは持続せざるをえないのかなということです。まあ、RCEP における公共政策目的の判断というのがです、ね、特にまあ安全保障に関わったときにはかなりまあ判断が各国の裁量に委ねられるという規定になっていて、まあ、これはまあ実際に運用がどうかということをきちっと確認をしなきゃいけませんけれども。 ま、こういうのバランス判断のですね。差異っていうのは持続する可能性は高いだろうというふうに思われます。で、あるいはまあ、これはまあ、あの詰めて検討しているわけではありませんが、まあ、そのま中国の場合にはですね。一応交渉の枠の中に入ってきて、その中でのまあ,あのバーゲニングってことになるわけです。けれどもまあ、インドのような国はですね。そもそもなかなか入ってこないという。 ことですねまあ、例えばそのデータフリーフロートトラストについても、まあ、インドは最後乗ってこなかったわけですしそれからまあいろんな分野においてでもですねインドっていうのはまあかなりデータ主権ということを掲げて、まあ、かなりまあこういう分野の関与っていうのは、まあ、あの限定的だということになります、まあ、先ほど伊藤先生がご紹介いただいた OECD のインデックスだと必ずしもインドはそう厳しいわけではない ようですけれども、まあ、なかなかインドをこういう枠組みどういうふうに入れるかというのはなかなかまあ難しいのではないのかなというふうに思います。それからまあ最後、日本にとっての課題ということでいうとですね、そのまあ、経済で安全保障というのがです、ね、この研究会でもテーマになっているわけですが注目を集める中で、協、ま、議、あの安全保障の問題とです、ねまあ、個人情報保護だとかサイバーセキュリティだとか、規制の実効性の確保だとか、 産業政策だとか、あるいはエルシーとの境界っていうのは、ある意味ではまあ曖昧になってです、ね、安全保障っていうのが若干肥大化するというリスクがある中で,です、ね、個別の公共政策目的ごとにどう,どうやって一定の共通理解を作っていくんですか、あるいはまあどこはまあそれができないので、まあ、過去に委ねるんですかということの、まあ、ある種の切り分けをきちっとしておくということがまあ重要なんだろうなというのがまあ一点であります。 それからまあ日本は、ね、DFFT を掲げてまあ議論を主導することを試みていて確かにまああの若干冷めた言い方をすると日本の立ち位置というのはまあ興味深いということはまあ確かでありますアメリカ、中国、EU なんかに比べればまあ小さい経済単位ではありますけれどもそれぞれといろんな枠組みを結んでいる、まあ、テストしているわけですね EU とも個人情報に関する重分性認定というのを取り日米デジタル協定とのもあり まあ、TPP もあり、まあ、中国を含む RCEP にも関わっていると、まあ、そういう意味でいうといろんな立ち位置のところとつな、まあ、いでいるという意味では、まあ面白い立ち位置にあるわけで、まあ、そういう意味でいうと、お面白い実験をしてるんだろうというふうに思います。ただ、まあ、これがど,どういうです、ね、ある種の,、まあ、あの国としての方向性だったり、利益っていうものとリンクしてるのかというところの,、まあ、あの実質化ということは、他方必要なのかなと思います。 で、最後にはまあ,あのデパーだとか da などのですね。ま、シンガポールだとかオーストラリアといったまあミドルパワーのいろんな試みっていうのも興味深くてまあ多分こういうところとですね。連携していくっていうこともま、日本の2番目のあの戦略を考える上でも重要なのではないかなという気がいたします。はい、あの以上でほぼ時間ですので、私の方からの報告とさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 はいどうもありがとうございました。えー、というわけで、まああの、非常にたくさんのフォーラムというものがあり、<laughs> そこで、えー、さまざまな調戦が行われているということが非常に、まあ、俯瞰的に分かったと思います。えっと、それではですね、えー、早速、質疑応答の方に入っていきたいと思うんですが、 えっとまず事前に、えー、っと、いただいていた質問がございますので、これについて、えーえー、お話しいただきたいと思います。まず、えー、っと、データガバナンスの議論が活発化する中、あー広島 G7 において日、日本があ世界に打ち出すメッセージはどのようなものを、うん にすべきでしょうかということなのですが、あこれはまあ一応白山先生それでもしあの補足があれば、伊藤先生にもお伺いしたいと思いますが、白山先生お伺いできますでしょうか。あ、はい、伊藤、ね、先生ありがとうございます。あのまあ私も報告の中でも申し上げたように、まあ G7 例えば伊勢志摩の時にまあこういう話を取り上げですね。<laughs> まあかなり、その、まあ、あの、二十一年の、あの、イギリスの時もですね。貿易大臣会合で、まあ、オイシリなんかの作業も踏み込んで、まあ、一定程度踏み込んだ。より、まあ、多少踏み込んだ話をした。身においては、多分、継続的に取り上げられていく、案件なんだろうと思います。まあ、そういう意味では、取り上げられるだろうと思います。で、ただ、その時のポイントは何になってきているかというと、多分、先進国総合の話というのも、もちろんあるんですけれども。 まあむしろそのまああのアメリカとイギリスなあ,あのアメリカとヨーロッパなんかもですね個別に調整するようになってくる中でまあむしろやはりその途上国も含めてより幅広いインクルーシブネスをどう確保するかっていうのは大事ででそう見るとその直接的にそれを対象にするのはむしろまあ G20 だったりですね WTO の交渉になってくるんだろうと思いますただしまあその全体として最後お話し,したようにある種その原理論でどうするかっていうところで。 議論をしてもおそらく積む話なのである種の,そのキャパシティビルディングをどうするかだとかあるいはまあそのプラクティスの共有をどうするかという、まあ、ちょっと間接的なアプローチですけども、まあ、そういうところの蓄積をきちっとやっていくべきで、まあ、そこは G7 も含めて、まあ、あのきちっとそこに貢献していくべきだとでそれがまあ最終的にはまあいろんな国、まあ、広い国が合意する前提,にも前提構築にもつながっていくでしょうみたいなですね だた多分そういう立ち位置で多分 G7 の中ではな使われるのではないかなというふうに思ってます。ちょっとあの一般的な言い方で恐縮ですが、あの私からは以上です。はい、どうもありがとうございます。それではあ視聴者の方からの質問を受け付けたいのですが、あまず最初に来ていたのがえっ、ー、と中国。 と同じえっと、これは伊藤先生員だと思いますが中国と同じような政策というのは、えー、ユーザー数を確保できる事故の多い国でないと採用できないのでしょうか、えー、その域地というのはどの程度かということなんですがちょっと <laughs> あの一般論ですというのは難しいのかもしれませんがいかがでしょうか。 はいあの、ご質問ありがとうございます。非常にこう実証的にあの検討してみる価値のあるあのリサーチクエスチョンだなと思いました。で、あの今回ご報告で取り上げたデジタル市場への、まあ、ある種の介入ですね、政府の介入を考える時に、えっときに、まあ、市場の規模 っていうことが一つと、もう一つはやはりこのええー、と介入のタイミングっていうこともあるんだと思っております。で、えー、ある意味でこうクリティカルなタイミングがあるわけですね。先ほどのあの図で示したもので申しますと、えー、例えば海外企業と国内企業の市場シェアがある意味で拮抗しているタイミングというものがあって。 まあそこが、あまあ、まさにこう、分け目になるという一つはタイミングってこともあろうかと思います。で、その上で、えーまあ、市場規模という点で申しますと、あの、ご指摘のとおり、えー、中国の、あのい、いわゆるインターネット人口っていうのは、あの、まあ、あ 瞬く間にですね、6億、7億、8億、えー、とですねあの、急拡大したっていう時期がありまして、まあそういう意味でですね、あの国内市場の広さっていうのがあると。で、新興国、途上国の中でやはりこう目を向けてみると、えー、当然インドがあるわけですけども、インドネシアもかなりその、えー、国内市場の規模っていうのを あの、満たしうるポテンシャルがあるんだと思っております。えー、2億8000万程度でしょうか、の人口規模でそさらにですね、東南アジア諸国に横展開しうるというような可能性も秘めている。そこを考えると、さらに潜在的な市場を大きくなり得るんですけども、 まあそのようなあ,のあたりにあの目立つ国々があるのではないかと思って おりますで、えー、まあそれ以下になってくるとなかなかこうあの、えー、保護主義をした時にまああの世界にその後打って出るポテンシャルのキーは出てくるかというとそこはあの、えー、これまでのところかなり、まあ、否定的なあ結果ではないのかなと思って、えー、おります。うん ちょっとあの間接的な形でのお答えになりますけども、えー、ひとまずお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。えー、っと、それからもう一つ、伊藤先生、質問ですということなんですが、最後の方にもおっしゃられた BIE という、えー、外資産入の。 方法ですがあこれを中国政府が黙認にしてきた理由は何でしょうかと産業政策上あるいは愛知電保障上の理由があるんでしょうかということですがいかがでしょうかあ、はいご指摘ありがとうございます少し VIE の部分はあの時間の関係でかなり飛ばしてご報告になってしまい申し訳ありませんでした えー、そうですねあの、中国において、いわゆる IT 系企業の VI スキームによる米国市場への上場、えー、おそらく2001年の新鸞、えー、というあの会社の,あのポータルサイトの事例が、一つきっかけになったというふうに言われて、えー、おりまして。 新郎モデルというふうにもあの関係者は呼んでるんですけどもで当時の大前提としては中国国内にそのような、えーまあ、ある意味で赤字垂れ流しであり えー、未知のリスクの大きな企業に対する出資者っていなかったと。で、アリババの事例も非常に有名なんですけども、もうあらゆる銀行にですね、融資してくださいと言っても、誰も相手をしてくれなかったじゃないかというあの話があるんですね。で、そういうふうな観点からすると、ある意味でリスクマネーを海外から調達したというふうに言えるわけです。で、これはその産業政策上、ま 狙っていたというよりは、あの結果的にそういうふうに海外からにリスクマネーを、まあ、中国のポテンシャルに着目する投資家がいたということであろうかと。で、2点目の,その経済、あるいは安全保障上の理由ということですけれども、やはりその、えー、っと最後の。 解釈権というのは中国当局にあると。で、この VIE スキーム、契約を通じて中国国内企業への権限を行使し、その、えー、利,利益をですね、あの、 えー、配当として受け取るっていうようなことなんですけども、それはですね、あの中国の、まあ、規制上、非常にグレーゾーンであり続けたと。で、現在進行中の、えーとまあ、法規制のパブリックコメント版では、その VIE、今後やる場合は届出制になるんじゃないかということになってるんですけども、うん、少なくともあのこれまでの解釈としては、何か まあ、極論としてはあの、えー、当局の解釈によって VIE との違法であるということがあの非常にリスキーな形ですね、つまりその巨大なこの、えー、企業価値をも持つ業界をあの潰してしまうことになりかねないですね、そういう意味では非常にリスキーなんですけども、ある意味であの解釈によって法的解釈によって でその何かあった場合はあその権限を止めうるというようなことは、えー、一つの何と言いますかあのボトムラインとしてあの中国当局からしたらそういうようなああ、まあ、あの守るべきものは、まあ、いざとなったら守れるんだというような部分はあったんだと思っております。えー以上 えー、お返事とさせていただきます。ご質問ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。えー、っとそれでは次に白山先生の質問ですが、まずその最後の方におっしゃったこの安全保障の概念が被災する恐れということなのですが。 えー、具体的にはどういうことが懸念事項として、えー、ありますでしょうかということで、えー、これを、えー、言っておられます。それからもう一つ、えーっとえー、実際問題としては多国間協定の締結時間がかかり難しいと思いますが、FTA、デジタル FTA のようなもので、 地域協定を結ぶことにより、相互認証というのが現実的ではないでしょうか、かつてアメリカと EU が進めていたようなセーフハーバールール、セーフハーバープリンスポルというんですかね、のようなものが現実的ではないでしょうかということで、ご意見をいただければということです。 えとあともう一つあるのですが、このデータローカライゼーション、ウクライナ比でこの危険性が明らかになったということなんですが、えっ、ー、と、これが今後どのような影響を及ぼすと考え、お考えでしょうかということですが、まあ、こはい、よろしくお願いいたします。 はいえー、とちょっと一番最後のです、ねはい、ウクライナ危機で明らかになったドローカライゼーションの危険性というのは、ちょっと具体的にどういうものをイメージしてるのか、多少は想像つくんですけど、はい、難しいところもあるので、もしちょっと追加的にコメント書き込めるようだったら、いいただければと思いますちょっとあの最初の方のご質問からあのリスポンスさせていただくと、まあ、安全保障肥大化の恐れというのは、具体的に何を念頭に置いてるんですかということですが、まあ、具体的に念頭に置いてるのは、ですね RCEP のところで、 その正当な公共政策目的のために制限できるってところの規定がですねかなりざっくりした規定になってるんですよね、つまりこの公共政策目的の判断というのは基本的には締約国ができますとで、特にその自国の安全保障上、重大な利益の保護のためには、まあ、あの他国は、まあ、争うことはできないんですよっていう話になっていて、そうするとじゃあ何がこの例えばまあ自国の重大な安全保障の利益なのかみたいな。 なところをですねある程度、きちっとなんていうんですか、ある程度セグメント化していかないとなかなかあらゆるものが、まあ、この安全保障上の話に入り込んできてですね、まあ、規制すべきかどうかみたいな話になっちゃうと、うん、なかなかまあ仕組みとしては、なかなか、まあ、あの安定化しないのかなというのがあの関心です。で、他方、興味深い例はこれはその日米デジタル貿易協定だとかシンガポール、オーストラリアのところで、まあ、金融規制上の話っていう話。 ししましたこれは、まあ、あのコンピューター関連設備の設置を、まあ、ローカライゼーションすることを求めるかどうかで、でこれは例えば金融規制上、これこれこういう条件が満たされれば、まあ、あの要求しちゃいけませんよとで、まあ、そうじゃない場合には場合によってはその許容しますよということで、まあ、もちろん言葉にすればです、ね、線引きが明確になるかというと、そう単純な話ではないのですが、ただし、金融という局面に即して、まあ、規制目的の達成のために何が必要かということを一応、きちっと整理しようとしている。 わけですね。そういう意味で言うと、そのまあ、さっきのその rcep の規定のように、その安全保障上、重要な利益の場合には他国は争いません。みたいな形でですね。そ,それがまあ使われるようになってくると、なかなか。まあ、あの制度の運用としては難しいかなというような点をま懸念していたということになります。で、そういう意味で言うと、ある種のまあ、あの文節化した処理みたいなことがですね。あり、得るかどうかっていうことが大事なのかなというのが。まああの。 行政学的な発想で、まあ、政治学的に言うと、いや、そんなもん一緒だってことかもしれませんが、ちょっとそういう問題意識で申し上げた点ということになります。それからあの2つ目のご質問で、あの地域レベルの話が重要ではないかと、それはまあ基本的には全くその通りだと思います。で、今日のお話でもまあいろんなまあ規定の仕方の実験みたいなものは、まさに地域レベルでなされてきていて、まあ、さっきの金融の規制の仕方なんかもそうですし、 あるいは、これはまあ、あの、確か、これもシンガポール、オーストラリアでしたっけね、AI の倫理規則みたいなことまで触れてるものもあったりとかですね、地域レベルでいろんなまあ新しい考え方のイノベーションの実験なのがなされていてで、それが重要な要素であることは確かです。ただ、まあ、だからといって、じゃ WTO で合意することが意味がないかっていうと、まあ、必ずしもそうではないかな。まあ、ある種の,その共通項の、その、 最低限の共通項をどうやってまとめられるかということであってそれがすべてではもちろんないわけですが、まあ、そういう底上げするような機能というのもやはり必要なので,でそういう意味で言うと WTO でやっている活動というのもです、ね、一定の意味は持つのかなという、まあ、そういう観点であります。それれからちょっとさい最後申し上げたそのウクライナ危機のとこころはこれは、えっと えっとですね、あとで後からあの追加がございまして、てえっと、ウクライナの国内データを EU に退避させたということがあって、で、これが、あの、ウクライナの大臣が非常に役に立ったと,だということなんだそうであります。ということで、まあ、データローカライゼーションではこれが確保できないということなんで、ある意味、データローカライゼーションの危うい部分を、こ,この一つの例ではないかと。 これはすすごく面白いい論点だと思いますね、はいうん、つまりそのデータローカライゼーションというのはローカライゼーション自体が目的ではなくて、うん、データのセキュリティをどう確保するかということで、まあ、他国に置いてると自分のデータが使えなくなるっていうことを避けたいということなわけですねそういう意味で言うとその自国に置いてるからといって自分のデータが使える保証もなくて、うん、まあ他国が攻めてくれば逆に使えなくなるのでそうするとリスクヘッジで外に置いとくっていうのは十分あり。 なわけですね、これ、例えばその国内の防災対策なんかでもです、ねうん、データセンターを一か所じゃなくて複数のところに置いておいて例えばまあその地震なんか起きたときに、まあ、もう1個はダメになっても別のを使えるようにするみたいなこと、まあ、ある種リランダンスを出せる仕組みありますけども、うん、多分まあデータローカライゼーションの政策目的をきちっと考えていくとむしろそういうことを考える場合によってはまあ国,際させ国際化することがデータローカライゼーションの目的にも寄与するんだみたいなフレームで多分ものを考えること。 多分必要になってくるので、まあ、そういう意味ではすごく面白い例をまあ提起していただいたというのはおっしゃる通りかなというふうに思います。はい、ありがとうございました。はい、まあでもただですね、退避させるデータを退避させるといっても、その退避させた場所からたなくなるということもあるので、<laughs> まあ、その退避させるにはどう扱って,いってるかは。い、<laughs> どういうところは安、ま、全、あ、かというのは本当に、えー、相対的な問題だろうと思いますが、えっ、ー と、これで一応視聴者の方の質問は、ああ、一通りお答えしたようなんですが、えっと、え特に他にはありませんでしょうか。えっと、伊藤先生、最後に何かひとあの、付け加えることありは。 これはちょっとあのー、考え直したみたいな <laughs> ことがございますか,かはいありがとうございます、はい、えっとそうですねあの白山先生のご報告聞いてやはりその自転ティの場っていうのがまあほほ,ほ なんて言いますか一番こうキープレイヤーが集う場面になっているっていうのは事実なんだろうと思います。うん、で、中国だけではなくてですね、うん、あのサウジアラビアだったり、インドネシアも入ってきているっていうことを考えると、あの、まあのまそこがですね、そこで本当にこう、実のある議論ができるんだろうかと、まあそれは非常に難しいというのが現実論なんだろうと。 と思いながらも、まあまあ、あの引き続きそこにはあの注目が必要だなと思ったというのが1点です。 であもう1点あの、ちょっとご報告で触れられなかったんですけども、いやその米中摩擦がこれだけ顕在化、あるいは継続している中で、えー、金融面、あるいはデジタル面における分断っていうものが、まあ、今後どうなっていくのかっていうのは、一つ大きな論点としてあろうかと思います。 で直近であのまあ比較的目立った動き、VIE スキームとも関わる問題なんですけども、まあ2022年ですね、昨年に、あ、のー 米国に上場している中国企業に対してですね、あの監査ができないのは大変困るということで、あの証券米国の証券取引委員会がですねあのリス、企業名をリストアップしてですね、まあ、これらの企業は、まあ、上場廃止になる可能性があるということを提示したと。で、えー、実際そういうあのかなりいい議論があの巻き起きま 起こったんですけども、まあ、同時に2000あの昨年の8月にあの中国側の当局とあの中国企業の監査を,を、まあ、に,に関するあの協定を結んだという発表があってですね、まあ、その意味で、えーまあ、これだけ対立する中で、えーまあ、中国企業の米国ニューヨーク証券取引所筆頭ですけどもへの,の上場というのが相関 あのなんと言いますか、簡単にですね、こう、上場廃止になるっていう結論にならなかったっていうところが、またこれは非常にこう複雑なですねあの、米中の経済の、まあ、ある意味で相互依存ということかもしれないんですけども、それを非常に体現しているんじゃないかとこういうふうに思って。 おります。ですので、まあ、あの今回のデジタル保護主義もそうなんですけどもあの非常にこうシンプルな形で単純化して考えがちなんですけれどもあの先ほどの白山先生のフォーラムがこれだけ入り乱れているという。 現実も踏まえてこうあの、なかなかこうクリアにこう描ききれないというのが本当にこう現実なのではないかなと。えー、でそ、それをちょっと無理してこうシンプルにするのではなくて、まだ引き続きそれはそういう段階であるということであの、観察を続けていくべきではないかなと思いました。あの取り留めもないんですけどもあの、最後のコメントとさせていただきます。 はい、どうもありがとうございました。白山先生は何か一言ありますか最後に。あ、ありがとうございました。あの最後のあの伊藤先生の話すごく興味深いなと思いました。つまり、ま今日私はまあちょっと歴史的に俯瞰してみて思ったことの一つはやっぱり中国っていうのは中に入りつついろんなことを言うっていうまあ、微妙な立ち位置っていうのをですねずっとまあこの交渉の中でも取ってきたということだと思いますけれども、そ,それのまさにもう一段進化した話っていうのが。 多分ここしばらく起こっている話でまさにその金融規制の話は一つの協定の中で触れましたけれどもまさにその上場している企業に関する情報を取れるか取れないかとかですねそれとの関係でどうするかってまさに一つの前線的な話なのでその話がまあどっちか片方だけではそう簡単には割り切れないっていう,、えー、ていうその今のフェーズの特徴っていうのをまあより分析踏み込んで分析する必要があるなと改めて感じました。 他方その、まあ、ちょっと途中でも申し上げましたけれども、まあ、G20 の役割にも絡んできますが、まあ、インドっていうのをどう考えたらいいのかなっていうのが、まあ、あのむしろ、このプロセスの中でまあ興味を持ったということで、まあ、少なくともフォーマルにはかなりその、まあ、ある種、の交渉事に関しては、ですねかなり白黒はっきりさせて分かりやすい態度を取ってるわけですけれども、まあ、他方、対ガーファ a みたいな話は当然あるにしろ、まあ、インドっていうのも、 一定の国際市場における、なんていうんですかね、そのデジタルの世界においた競争力というか、一定のキャパシティも持っている国なので、まあ、そういうところがこういうレジームの中にどう,やどういう距離感で入ってくる、あるいはまあしようとしてるのかなというあたりはですね、さらになんか検討してみると面白いのかなという感じがしております以上です。 はい、どうもありがとうございました。えっと、少し時間を超過してしまいましたが、今日はこれで終わりにしたいと思います。非常に有意,有意な議論ができたかと思います。お二人の先生方、どうもありがとうございました。えっと このウェビナーシリーズ、今年度はこれで最後でございます。また来年度から新たなご用紙になるかと思いますが、またあの追ってお知らせできればと思っております。それでは皆さん、どうもご視聴ありがとうございました。はい、失礼いたします。